主の昇天の祭日。マタイによる福音書。さて11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示して置かれた山に登った。そしてイエスに会い、ひれ伏した。しかし疑う者もいた。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は行って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。キリストに賛美。復活されたイエスが40日間弟子たちの前に姿を現して、自分の死と復活が全ての人の罪をあがなったという福音を伝え、広めなさいと言い残して天に昇ったのを記念するのが主の昇天の祭日であります。そして昇天の後10日経て聖霊が降臨します。復活、昇天、聖霊降臨の3つがセットになって、キリスト教の信仰が生まれました。砕いて説明するとこうなります。イエスが復活したということは、取りも直さず、昇天してすでに御父のもとにおられるということであり、そこから聖霊を送られたということでもあります。弟子たちはその意味がよくわかるように、一つ一つの時間の流れの中で体験していったのでしょう。なぜ40日なのか。イエス様を復活した後、主だった弟子たちに、私は生きているよと何度も現れました。一定期間に何度も現れることによって、見た人だけでなく、見ない人たちも、見た人の言葉を聞いて信じるようになりました。そうです。私は主を見た。私も主を見た。さらに私を見た人の、主を見た人の話を聞いて信じます。こういった人々が集まった。これが教会であり、また教会の信仰となりました。そのための準備期間を40日と言っているのです。この3点セットの出発点は何よりも復活です。聖霊降臨以来、現在に至るまで誰もこのイエスを見ていない、触れていないのにもかかわらず、ずっと復活の信仰は受け継がれていきます。これからの時代も最後の時まで生きている主が伝えられていくのでしょう。この目で直接イエスを見ることができなくとも、私と共同体の中に神様がいると信じることができた、そういう段階に入ったことを表した出来事がこの昇天です。ああ、それだけと言ってしまえば身も蓋もありませんが、この中に大層豊かな信仰体験があります。豊かな信仰体験とは何でしょうか。昇天の記事の中で、ルカ福音書は次のように記しております。イエスはそこから彼らをベタニアのあたりまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らを離れ、天に上げられた。彼らはイエスを伏し拝んだ後、大喜びでエルサレムに帰り、絶えず神殿の境内において、神を褒めたたえていた。普通誰かと別れるときは、身を切られる悲しみや苦しみが伴うのが自然なのに、弟子たちは大喜びでエルサレムに帰ったとあります。この喜びとはいかなるものだったでしょうか。ヒントとなるものがあります。復活の典礼には2つの美しい文章がありましょう。一つは、イエス・キリストは復活し、先にガリラヤに行き、待っておられる。そこでお目にかかれる。
この句についていろいろと言われましたが、いまだに謎めいております。しかしここにもロマンがあるのでしょうか。今回は割愛しましょう。そしてもう一つの句は、主は復活し、今も生きておられるであります。この第二の句について不思議な話があります。紀元1世紀から2世紀にあって、初代のローマ教会において、すでに復活の典礼の中で、さながら合言葉のように歌われていた句がこれであります。主は復活し、今も生きておられる。その出どころはどこかというと、詩編139番。まだラテン語聖書が生まれる前の話です。ちなみに聖ヒエロニムスがヘブライ語の旧約聖書をラテン語に訳したのは、早くても4世紀の後半ですから、それよりも100年も前になります。誰が訳したでしょうか？読み人知らず。とまれローマの教会の信徒たちが、主は復活し、今も生きておられる。と声高らかに歌っていたことを、私たちは彷彿として浮かび出すことができます。詩編139番。主よ、あなたは私を極め、私を知っておられる。座るのも立つのも知り、遠くから私の計らいを悟っておられる。前からも後ろからも私を囲み、御手を私の上に置いてくださる。どこに行けばあなたの霊から離れることができよう。どこに逃れればお顔を避けることができよう。天に昇ろうともあなたはそこにいまし、読みに身を横たえようとも、見よ、あなたはそこにいます。あけぼのの翼を飼って海の彼方に行き着こうとも、あなたはそばにおられます。イエスの現存の強い体験が言葉となってほとばしる。それが結晶化してこの賛美歌となったのでしょうか。教会にあって女性も男性も父親も母親もそこにいたことでしょう。教師も大工も鍛冶屋も奴隷もローマ市民も貴族もおり、それぞれ境遇も出自も違ったでしょうか。でもこれらの信徒の一人一人が生活の中で人生の途上で強い喜びと、その後の生き方を変えるほどの体験を言葉に表したのが、主は復活し今も生きておられる。前からも後ろからも私に迫るであります。そしてこの言葉に修練され、一つの合言葉として教会の信仰告白になったことは、もっとミステリーです。そしてこの体験、この賛美は2000年も貫いて、今日でも復活のミサの入祭唱として教会で歌われているほど強い言葉であります。私は世の終わりまであなた方と共にいるという最後の言葉に先立って、イエスが弟子たちに語られた言葉を今日の福音の中で私たちは聞きました。すべてを主は復活し今も生きておられる。この言葉をかみしめ、教会と共に新しい出発を誓いながら、主に従う信仰者としての日々を生きる恵みを願って、主の昇天を祝う今日、このミサを捧げたいと思います。